意味なく出たけどね。でも一応自分ではそれなりの意味を持って出ましたからね。ベースがいいです。女の人、晩ご飯作るの面倒だな、今日は誘いの丸焼きとかでいいか。あれって食べられるの？まずかった。食べるな。さあパドル回る。まあいい、後回しにしよう。海に現れた桃の退治してくれた人にこの村の票をあげちゃったりするよ、村長。だって海の桃の皮レッシーこと心当たりある。レッシーっていうのはそうだな、イカとかタコとかそういうのはいたな。ホタテとかカンパチとかバッテアとかあとイクラとかはいないの？お前なんか勘違いしないか。ワンはアイテム棚がたくさんあると思いましたか、魔王様。ですがこれらはすべてハリボテなので調べることはできないのですよ。いや何やってんだお前、なんだワンとかいるの。本当だ、調べられない。天使と会話して物を買うというこのスタイルは都市生活の中で買い物の際人との触れ合いがなくなったことに対してのアンチテーゼね、きっと。かくいう私も食事の素材がネット通販で取り寄せているからこんなところにいる意味は特にないのよ。帰れ。らっしゃい、いろいろ買っていくと嬉しいよ。これ買わないと戦闘になるとかそういうオチはないよね。よかった、よかった。なんか家欠けてるけどね。てか結構広いな。またあんたがいるし。緑の木々の中にさりげなく紛れ込む自分、芸術だろこれは。はあ。やって、今気づいたけど、このキャラチップよく見たらおばさんじゃなくて少女だ。どっから突っ込んでやろうか。どっから突っ込むんだと。これはレッシー、思春期の中学生に誤解されそうな言い回しはやめなさい。アホか。へえ、何どういう意味？ 43 歳の女性がわからないってのどうかと思うけど。だから、13歳だってばっていうか、その発想は普通の人はしない。砂漠のモンスターは、妙に武器が効かない相手だらけだから注意するんだよ。もう RPG っぽい発言。ここで今さながらなんだけど、私の技って武器プラス魔法属性多いから、危険区域的多くて使いにくくない？本当に今さながらその通りだ。お前魔法使いのになんでナイフ投げてんだ？なんでってかっこいいかと思って。投げナイフをかっこいいと思うのは中学生だけで十分です。スローナイフ。かっこいい気がする。何も変わってないよ！ここでスローナイフとスローライフは似ている。だから。こんな暑い日は日陰でじっとして道行く萩の数でも数えているに限るぜ。それ一日中やってるとなんか一日をすごい無駄にしたような錯覚に陥るからやめた方がいいわよ。無駄にしてるだろう。しかも経験者なのか。気になるぜ。建物にはあるのに木に影がないのが気になるぜ。マヌーサの原因を見破ることは影の有無だという。だから確かに。とりあえずいろいろ入ってみますよ。なんだこれ、何やかんや。セレベーターのストックが結構危なくなってきたね。もうこの塔が結構厄介だったから。なんで一個だけおにぎりなの？あ、いらっしゃいませ。見学料金は一人様200ゴールドになります。先に見ちゃった。げ、お金とんの話しかけなきゃよかった。ああ、お金払わなくてもいいんですけど、その場合展示物調べても何ら反応は起こりませんよ。なんかそういうことか。払ってみる。ライドドンは一人様が200ゴールドだから、二人プラス魔族で400ゴールドになります。二人？レッシーはきっと魔力のステージが低いから人間化ききれてないのよ、きっと。お前、そんなの関係ねえ。払うの払わないの？だが断る。このフレイ、ギフ、かん、したかんだ。このフレイの好きなことの一つは、平気でやり直すの。空気っていうのは読むものじゃない、作るものなのよ。なるほど、それもそうね。私は、
クロスフェードゲイル覚えた。なんだこの名前。意外に使えそうかも。あかん。あ、払わなきゃ出そうなんだ。毎度これで展示物を調べると私の解説が聞けるようになりますよ。値段分は働いてよね。でも海の桃のせいで観光客少なくて困ってるのよね。そうだ、じゃあ私たちがそれを倒したら俺にさっきの予約ゴールド返して、あの桃のうふふ面白いじゃない、いいわよ。するどころか色までつけてあげるわ。よっしょい。そんなに400ゴールドって大事か。え、本当に増えるの？あ、それは30年ほど前に勇者が魔王を倒した際使っていた剣の創造図のプラモデルです。創造図な上にこれプラスチックなの？あ、それは伝説の騎士団長を父さんが幼い子に使っていたとかいう薄汚い鎧ですよ。借り物くせに薄汚いとか言うな。ふふ、バカな奴だね。そんな薄汚い兜のためにお金を払うなんてね。この美術館、コードが直ったらそのうちに釣れんじゃないか。多分ね。あ、それは今巷で話題のすごく胸が大きく見える詰め物ですよ。ちょうだい？ちょうだいじゃないだろう。それは何なんでしょうね。砂漠で発見されたんですけど、完全な鎧の形をした天然石なんですよ。つまり砂漠には天然石を鎧に加工することを生業としている変態的な人物がいるので、きっと。また無茶苦茶な発想するな、お前は。でも、いたところ別に不自然ではないし、私は正解な気がするわ。不自然だろう、どう考えても。それは陳列テーブルに余っちゃったね。舐めてあるうちの台所のマグと蓋です。金返せ。あ、その斧ですか。なんか昔勇者がイメチェンで少しの間だけ振り回してみた斧だそうですよ。えへ。わかるわ、武器を使い慣れするのはいいけど、だんだん飽きてきちゃったりするからね。で、そのナイフの前は、お前は何を振るってたんだ。何ってそりゃ強えよ。魔女だし、魔力が増幅できる優れものよ。じゃあそっち使ったらどうなのさ。レッシー、人には実用性よりも優先しなければならないものがあのロマンとか。レッシー言うな。投げやりにも、やりです。納得した。納得すんな。これは？げ！これは？どうした？あ、それはなんか、勇者が帰還した後、お城で、王様の前で読む予定だったスピーチの原稿らしいですよ。いやー、ダメ、見ないで、見ないで。レッシー、フレイちゃん、押さえておいて。オッケーだぞ。いやー、何が書いてあるのか楽しみだ。話せー、ボードがサイト風に見ると、話せー。まあまあ、人はそういう黒歴史を抱えながら生きていかないといけないものなのよ、これが。鬼、悪魔、魔王。最高の褒め言葉よ。なになに？感動した。痛みに耐えてよく頑張った。そして柔軟かつ大胆に。は？これは泣けるわよ。レシーも読む？何言ってんだ。こいつにそんな文章に書けるわけか。暴動がサイト風に言うと全俺が泣いた。いいでしょ、別に私が感動的な文章を書けたって。でも本当に意外ね、文サイトは親への感謝とか道中の人々のぬくもりやらそういう希望成分が練り込まれていい感じね。いや、でも少し見直したぞ。うん、やっぱお前は勇者なんだな。いや、そんな、あはは、照れるぜ、まったく。まあ、それを原稿として残してやったら、もうどうしようもなくバカの側面は見逃さないがな。やかましか！ええー。なんか BGM 変わったし。あれ、ダイヤモンドダスト、そんなのあったっけ？まあいいや。ティアは、これを覚えたんだけど。あー、私のへそくりのおにぎりが。お前、そんなものを陳列していたのか、バカ者。美味しそう。反射レーザーがリアクターに当たらなければ無敵だね。は？あ、そういえば感動したレシーは確か技を覚えていますよ。じゃああれだ、私がもっとこういろいろと書いて見せてやる。レシー強くなるかも。私はそんな単純ではあとレシー言うな。あ、そうか、効果なんだ。